Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas. The baby mamas, mamas.純水、あとは高圧洗浄機、あとはその他汚れに対応した、溶剤関係使っていって、細かいところの、ディティリングっていうのを、進めていこうと思います。いかん、一見じゃないんだなってと、今回手洗いで使うシャンプーは、RC の方でも使ってる、ジーオン、Q2 メンテナンスの、フォーム、まあ、中性洗剤の、カーシャンプーになります。これを、まあ、シビックのサイズやったら50ぐらいを、まあ、僕やったら1対10から15ぐらいの割合で希釈して手洗いに使ってます。いいよ。柔らかい泡になって個人的には好き。これが一応その、水の中に入ってある不純物濃度を数値化する、まあ、TDS メーターってやつなんですけど、まあ、今この中に入ってるのは普通の水道水ゼロ、わかるかな、ゼロですね、ゼロ、こっちか、ゼロ、これを入れると映るかな、微妙やな、こうか、59ppm。 まあこんだけ普通の水道水の中にはまあ言ったらカルキとかマグネシウムとかがまあ入ってるから、まあこれがそれが言うたら水染みになる原因かな。まあこれがゼロやったらまあ数字上染みにならないっていうので、次によいしょ、これいらん、こっちが、今これから洗車に使い始める純水イオン交換樹脂を通した、まあ、不純物がゼロのはずの水だから、まあ、メーターゼロですよね、ゼロ。これをこれやったら見えるかな、つけていくと見えてるかな、見えてるかな、ゼロゼロゼロ純水。これでやるとまあウォータースポットって言われるようなものが、まあ乾いても
全くゼロじゃないですけど、まあなりにくいっていうかできない綺麗な蜜。じゃあこれで仕上げていきます。サンルーフ、リアガラスっていうのを、研磨させてもらったんで、ガラスのコーティング剤はソフト99の、超ガラポンで、これを、僕の方が選ぶ理由としては、まあ、僕が尊敬するビューティフルカーズの村上敦さんが、まあ、一応、成分としてはフッ素系が入ってるやつの方が、おすすめですよっていうのを、まあ、YouTube の方でも、教えてくれてあるんで、まあ、それに習って、まあ、前から僕も超ガラコは作ってるんですけど、まあ、さらに信用性が増したんで、まあ、今回も超ガラコの方使っていきます。